こ一つと、エリさんと、ヒトゲさんを買いました。あとはバクトサンドというサンゴ砂、こちらも買いました。ここんちはここんばんは、ヤッホーここです。サンゴはまずこうやって袋から出してあげます。なるべく水から出さない、海水から出さないようにして、よく観察します。まず出てきた、出てきた。これはゴカイの仲間かな。でも可愛い。もしこんな肌色のやつがついてたら要注意。サンゴの薬浴剤も使ってみてもいいかも。その後海水濃度を調べます。お店の海水濃度とうちの海水水槽の濃度、これをほぼ等しい状態で、水槽に入れてあげることが大事なので、まずこれを調べます。 1.029 くらい、 8? はー、高っ。じゃあ私の水槽はどうかというと、あ、ちょっと差がありますね。じわじわね、ちょっとずつうちの海水に慣らしてあげるよ。スカンクシュリンプの海水濃度はどうかな。お、うちと同じくらい。ヒトゲさん行きましょう。染め分け数珠ぶりヒトゲ、君のお名前は長いね。 1.027。 どの子もサンゴと同様に水合わせしていきます。水温はだいたい同じです。いつも思うけど、海の生物はとてもカラフルでとっても綺麗。はい、生態を水合わせしている間に砂をやっちゃいます。この砂はバクトサンドといって、もうバクテリアがついた状態の砂なので、もう水洗いはしなくてこのまま水槽に入れられるタイプの砂です。砂がね、だいぶ減ってしまいました。っていうのは、うなちゃん、そしてジョー、砂をペッペッペッってやるんですよ。まあ、要するに、巣穴を掘るタイプのお魚さんが入っていますので、結構どっちかに寄ってしまったり、もしくは、ね、ちょっとこう、ない部分が出てきちゃって、なので、ちょっとこう、見た目がね、ちょっといびつになってしまっている状態なんで、今日はね、この付近に砂を、足していこうかなと思っております。私のように水槽が立ち上がっていて、途中から砂を足すときは少しずつ入れていきます。お、2回戦目行きます。腸が固まってる、ごめんね。
不安だよね。怖いね。ではお先にスカンクシュリンプさんから清掃に入れていきます。離れないですね。なんだこいつはっていう顔。ヒトデさんを入れる前にちょっと観察。なんと花ちゃんがスカンクシュリンプに体のお掃除を求めています。最初に言い忘れましたが、このエビさんは魚のクリーニングをすることで有名です。ねえねえ、まだまだかゆいの。ちょっとお掃除してくれない？早くこの辺、尻尾のあたりかゆいの。ちょっと触ってくれない？見てくれない？ねえ、ここだよ。触って。この辺。早く。窓？ここだよ。ねえ。最後にサンゴも入れます。草食系の皮膚キアイゴくんが早速苔を美味しそうにペロリン。よじ登る人。巣穴を掘って暮らすタイプの海水魚のジョー。その行動を見ていてとっても癒されるけど、そこサンゴの上なんだよね。ジョーさん、その玄関周りを固めようとしているその貝、ヤドカリの引っ越し用の貝なんですよ、それ。で、さっき入れたばかりの筒、ああ、喧嘩しないで。はい、筒海ジタというサンゴ、開いてきました。おまけ。今日ぜひ覚えていってほしいユニーク海水魚を紹介したいなと思います。マスオくん、オレンジ水玉模様、頭に毛生えてる、目がキョロキョロ、こう見えて強い。お次はうなちゃん、案外臆病だよ。実は誰かと巣穴同棲したい。何でも食べるよ。幼魚の頃模様はボーダー。私は海の生き物を見るのが好きで、この水槽をやり続けています。
現在海で生きる者たちの環境を考えると、気候の変動や海洋汚染など切なくなってくるような現実です。私ができることはないかもしれないけど、この動画によって海で生きる者たちの綺麗さや面白さ、表情を知ってもらいたいです。そしてふとした時にでも、今海の中どうなってるんだろうって気にしてくれる人たちが増えたら、それだけで私は嬉しいです。もうね、毎日海のことを思ってる。海の中の生き物たち、今日も頑張って生きれ、生きろうか。はい、では次回の動画でお会いしましょう。ここよろぱいにゃ。